どうもこんばんは、中田敦です。それでは、ロトセブンの結果を今から確認したいと思います。それでは確認します。キャリーオーバーが4億4千万か。まあ、とりあえず、結果見たいと思います。1頭が一口で10億で、2頭が6口で1200万かな。いやー、すごいな。まあ、とりあえず、当選数字見ていきたいと思います。それでは確認します。ない。一桁ないな。15、18、21、22、あと一つ来い。23、25。来た来た来た、32、来た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 。4つ。4つ1。15と21と22と、32か。32で4つ1。久しぶりに当選。5と5と。5等当選しました。いや、めっちゃ嬉しいな。あと一つ。数字一つ違いで4等逃した。もうちょっとで4等いけたな。26が25だったら4等当選だった。いや、惜しかった。ちょっと悔しいな、そこは。でも、久しぶりに、5等か。5等当選できたから、そこは、ほっとしてます。いや、めっちゃ嬉しい。とりあえず、当選数字書きます。15、18、21、22、23、25、30、32。そして、ボーナスが1と30。いや、久しぶりの当選やから、めっちゃ嬉しい。しかも、本数字で、当選できたっていうのがかなり嬉しい。ここ最近本数字で当選っていうのはなかったから、いやー、めっちゃ嬉しいな。気持ちよく週末迎えれます。まあ、とりあえず、明日はひとまず休んで、日曜日はロト6予想して、水曜日にロト7予想したいと思います。2回連続当選目指して頑張りたいと思います。それでは終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。